今回は生理中に食べても太らない暴飲暴食を防ぐ食事のメニューを紹介していきたいと思います。おはようございます。今日の朝ごはんはオートミールとバナナとアボカドを使って朝ごはんを作りたいと思います。豆乳がなかったのでアーモンド効果を使って作りたいと思います。だいたい 20g ぐらいオートミールを使います。アーモンド効果 130g ぐらい、ちょっと今日少なめで。オートミールにも食物繊維入ってるし、アーモンド効果にも食物繊維がねしっかり入ってるので、朝からたっぷり食物繊維を取ろうと思います。で中火で火にかけていきます。おでトッピング用のバナナをカットしておきます。アボカドにはカリウムがすごくね豊富なので、体の中の余分な水分を排出して、むくみとかを撃退してくれるような栄養素が含まれています。アボカド味も美味しいし本当に大好き。最近まな板使うのがめんどくさくてね、料理バサミをねAmazonで注文したので、それが届くのが結構楽しい。だいぶグツグツしてきました。腐りかけのいちごがあるのでいちごもトッピングします。でここにエゴマ油をちょっとプラスします。エゴマ油は腸内の滑りを良くしてくれるそうなので、お水とかに入れたりヨーグルトとかに入れてもいいみたいです。蜂蜜も腸内環境を良くしてくれるみたいなのでプラスします。蜂蜜取りすぎもねちょっと太っちゃうので、スプーン2杯ぐらいにしておきます。朝の腸活レシピ完成です。アボカドはちょっとだけお醤油をかけたいと思います。お醤油も取りすぎるとね良くないのでちょっとだけ。朝ごはんはこんな感じです。いただきます。やっぱ豆乳で飲むよりもちょっと香ばしくて、アーモンドの風味がしっかりついたオートミールになってます。めっちゃ美味しいです。最近腸の本をね3冊読んで意識がだいぶ変わってきました。いや重すぎず軽すぎない、とっても素晴らしき朝食。お昼ご飯はアボカドサーモン丼を作っていきたいと思います。枝豆、ひじき、きのこ、もち麦ご飯を解凍して作っていきたいと思います。朝カットしたアボカドを使っていきます。スーパーで割引になってたサーモンを半分使いたいと思います。スプラウトを使っていきます。お酢をかけます。完成しました。もち麦ご飯のアボカドサーモン丼です。いただきます。美味しそう、はい、夜ご飯は鶏肉を使った料理を作っていきたいと思います。鶏肉でしっかりタンパク質をとって、筋肉をねしっかりつけて痩せやすい体にしていきたいと思います。使っていくのは若鶏胸肉です。これを一口サイズに切っていこうと思います。正直料理するのはそんな好きじゃないんですけど、痩せたいとか綺麗になりたいっていう気持ちはそれを上回っていますので、
まあ一応ちゃんとやっとこっかなって感じです。でこの中に酒大さじ1、大さじっていうか私の家のスプーンの大さじ1、あと大さじ1、マヨネーズ大さじ2ぐらい、蓋をして飲み込みます。これでまあ30分ぐらい、30分以上置こうかなと思います。でぐっすり寝かせた鶏肉に片栗粉と塩コショウをまぶしていきたいと思います。完成しました。鶏むね肉とサーモン、ゆで卵、ヨーグルトです。ではいただきます。うん、おいしい。味がしっかり染み込んでて柔らかくてめちゃめちゃ美味しいです。はい、ということで今回は生理中の朝昼夜の食事について紹介していきました。私が食事で気をつけてることは2つ。1つ目はしょっぱすぎるものや辛すぎるものを食べない。理由は食欲が増進しちゃうからです。お醤油をたくさん使った料理や濃い味のお味噌汁とかキムチだったりとか、そういうものを食べると食欲が止まらなくなってしまうので、この期間中はなるべく酸っぱいもの、辛いものを食べないように気をつけています。2つ目、食物繊維をたくさん摂る。食物繊維をしっかり摂ると普通に食事した時と比べてお腹の満腹感っていうのが全然違うので、生理中によくある暴飲暴食っていうのも全然しなくなります。ということで私は大きく分けてこの2つを気をつけています。この他にもなるべく腸にいい食材を使ってご飯を食べるようにしています。便秘になったり肌荒れがしちゃったりとか、ストレスをためないように腸にいい食材を使ってご飯を作ることを心がけています。私はあんまり難しい料理とか作れないので、時短で作れて簡単で、まあ、誰でもできるっていうものっていうのをこれからも動画にして発信していけたらいいなと思っています。少しでもダイエット中の生理期間っていうのが楽になるきっかけになれたらいいかなと思います。少しでもいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てください。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。